聖地巡礼日本語虎の巻はい始まりました日本語虎の巻巻子です虎ですこのポッドキャストは高校生の虎と日本語教師の巻子とでお送りしています聖地巡礼はい知ってますか。聖地巡礼はねなもともとそういう意味じゃないんだろう、ね、そうそうなんかホーリーヒューグに クリームって言ってた。って言ってた。うん、そうそうそう。元ととは宗教的なやつだからね。うそ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 う。聖地巡礼したよって。めっちゃ日本語できる生徒さんに言ったら知ってるその,ああの単語って言ったら。うん、知らない。まあみんな知らないって言って。で、書くとああ、ホーリーピルグラム的なみたいな。まあそうだけど、多分あの言ってる意味違うと思う。っ <laughs> て。その元々そのアニメ の舞台で使われた場所とか、うん、まあそのなんかそういうところを巡るみたいな故郷みたいな感じかなそれらの生まれ生まれたところを巡るみたいな感じのことを聖地巡礼って言うんだよってはいええ聖地巡礼に行ってきましたはい何のでしょうえー、っと私の好きなロックバンドワニマーというのが ありまして、はい、でえー、っと前々から言ってたと思うんですけど10月の終わりぐらいにまあ寅くんが修学旅行に行くということで、はい、3日間あのいなくなるつまりあの3日間お母さんは休暇を与えられるということですねもうがっつり仕事終わったんですけど水木金って一番忙しい時なんだけどはい。 水曜日だけ朝から晩まで仕事をして水曜日の飛行機の便で急遽どっか行けないかなとかどっかまあ水曜日から3日間まあとにかく何をしようかなって考えててで韓国もいいかなと思ったね最初にうんうんうんけどねと思って韓国っつっても今最近高いじゃん飛行機のチケット確かに韓国はちょっと高くなってきてるからね韓国も人気になってきて。 まあ、あるし飛行機のチケット高いから韓国ってまあ1万円ぐらいでいけたのが往復ね、うん、安いとねもう福岡とかから9800円とかあるねけど今や,もうやっぱ3万4万するからね安いチケットでいやそれえぐいうん34万だからなんかさすがにねと思ってまあでも3日ぐらいだったら韓国ってなんかあんまやることないから韓国グルメをね楽しみつつ ちょうどいいかなとも思うんだけどまあおとなしく日本にいるかと思ったけど全然もう行く場所が思い当たらなくていろいろ行ったからねまあ確かに何か日本国内はね行ってないのあと2軒ぐらいなんだよねあごめん佐賀も入れてる 3, か3つ、うん、かなぐらいので佐賀そこで佐賀に行く気にもならずあと山口も行ったことない、うん、あと愛媛も行ったことないです 東北の方は通り過ぎるぐらいだったらまあちょっとあるぐらいかなうんまあ実際になんかこう何なんかなんていうの、参拝するじゃなくて訪れる訪れるかあ。うん、た言があるのは、うん、まあそんなに多くないんだけどねうそういう意味では佐賀通り過ぎたわうんでも山口は本当通り過ぎすらしてないわあもう地にその地にも踏み入ってないんだ、うん、新幹線マックス 新幹線マックス広島までしか行ったことないなもう九州はああ、ね、飛行機で行ってるからで愛媛も行ってないね四国のあそこだから新幹線通らないからねまあだからなんかだからといって山口に行きたいわけでもなくああ東北も寒いでしょ寒いね東北はね嫌じゃんでなんか海の幸食べたいなとか思ってたからそう思うと九州って思ってたんだけどうん 九州もも結構何回も行ってるしいいろいろね、まあ、行き尽くしてはないけど、うん、何回行ってもいいんだけどと思ってなんか考えた時にちょうどそのワニマが新しいアルバムを出して聴きながら「おおそうか」じゃあ天草に行こう」とまあ天草っていうのはあのそのワニマの人たちが出身の。 んそのアニマの人たちの出身の土地でえっ、ー、と熊本県から昔は飛行機とか船で行ってたみたいなんだけど、まあ、熊本の隣にあるちょっと小さめの島 <laughs> 調べたら人口いくら5万人だったかな少ないってなっ少ないねだいぶ5万かうちの市営どくらい知らん く天草クサ10行ってないよ5か8だった気がする、まあ、とにかく少ないところだったけど小さな島で、うん、まあだけどそこの、あのーまあ、バンドが有名だからね、うんまあ、その人たちの、まあ、いろいろ昔練習してた場所とか あと実際に MV で使われてる場所も何回かあるからその売れてない時そ,その辺で撮ってたりとかするからその島のとこでね、うん、あとそうう有名な曲を撮ったビーチとかその海とかいろいろあるからちょっと見てみたいなってそっちの興味の方が大きくて、まあ、あとは海の幸が九州はどこも大体おいしいから大体ね,ね海に面してるからねそうもう島だからまずいわけないと思ってうん だからもう「あいいな天草行,行きたいな」と思ってちょっと行ってきました <laughs> で今はもうあの橋がかかってるから普通に熊本空港に降り立ってそこからあのレンタカーでずーっと行けたんだけど<笑><笑>車であの島まで渡れるのねまあそんなにしな何て言うのかな 橋自体も瀬戸大橋みたいにめっちゃ長いわけじゃなくて瀬戸,瀬戸大橋行ったことないから分かんないけど行ったよ行った行ったよ行ったっていうかあの香川行った時に岡山まで行くのに電車乗ってたじゃん、うん、と海の上で橋橋に橋の上をなんていうの電車で行ってるって感じだったじゃん、うん、結構ずっと海の上だったじゃんで島がたくさん見えてっていう感じではなかったねそこまで長い橋じゃないと思う 普通になんかなん,なんかこの辺にある橋とあんま変わんないぐらいそ,そんなちっちゃくないけどそんなちっちゃくはないそんなちっちゃくはないけどそんな大きくもない<ー>瀬戸大橋ほどでもなかったと思うずっと海の上だなと思ってた感覚はなかった、うん、なるほどねあそうなんだうんまあ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 ねそんな感じで行ってきたわけですがもともとまあ天草 って何ってどうして言ったのって聞かれるとあの説明しづらいんだけど聖地巡礼って言わなかったらね。うん、でもともと天草が有名なのはあのキリスト教が昔うん、うん、あれ何年1500円ぐらいだから、まあ、千ちょうどまあ500年ぐらい500年前ぐらいか。戦国時代ぐらいだね。 そうだねそのぐらいから近況ってなってで江戸時代にはもうなんだろうもう迫害されてその人たちがキリスト教の人たちはあの出島あそれは鎖国してた時か<う>な、まあ、長崎とその熊本県の天草がそのキリスト教徒で有名なんだよね確かうん<ー>じゃない長,く長崎もいっぱいあったでしょ教会、うん、そうそうそうで 長崎の方はその,あの牧師さんみたいな人たちかな外国人のその人たちが隠れ住んでた場所がああ宣教師みたいなんです、ね、そうそう,そう宣教師宣教師そこが長崎で,で天草の人たちはキ,キリシタン普通のキリスト教徒の人たちが、うん、あの隠れてあの住んでたのが天草で、うん、まあ 本当はそれが有名なんだけどまあそうだね、うんうん、昔のなんか地下とかにさそうそうそうそなんかキリスト教の教会っていうかねちっちゃいなそういうところがあったりとかね、うん、そう,うあそうなの長崎うんあるとこあるよあ本ほんと防空壕みたいなとこにまあみたいなところにそう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 ,そうなんか空襲とかじゃなくて、うん、普通になんだろう人目をはばかってっていうか隠れてへえ<ー>お祈りを捧げるためにっていうのはあったり まあね、まあ、そなんかそれをがその話をすると「へえ」ってでで「それが見たくて行ったの?」って言われるからまあ違うんだけどねっていう話になって <laughs> まあ割とついでだよね <laughs> どっちがどっちがでしょうかあのあのキリスト教がねキリスト教の方を見るのが割とついでで、はい、割,割とついででしたまず行ってすぐやったのは聖地巡礼です。 うんはい、今やなんか天草って言ったらもうキリスト教の,せあのそういう歴史の世界遺産っていうよりもワニマの聖地になってしまってるけどそっちの方が若者にはねワニマの場所でしょみたいなねそっちになっててでその彼らのなんか出身校とかネットに出てて。 <laughs> 出ちゃっていいのかなって感じだけどまあねでそこが出るとあのなんかいろんなエピソードとかラジオで言ってるじゃんでギターとベースのボーカルのあの二人は幼稚園から一緒で、うん、その家が4軒ぐらい上に住んでて、うん、坂道をこう毎朝こう駆け下りてきてねギ,ギターの子が、うん、でな,なぜか知らないけどうちの朝ごはんに毎日いたとか言ってたのね。 だからさなんかそんなような場所を探してみたりしてさなかなんかねそんな感じの家がやっぱいっぱいあるのよその密集してて<ん>ちょっと上坂があってあこの辺かなとかだけどその二人の生い立ちとかもさいろいろ聞いてたからだからなんか、まあ、どっちも貧乏なんだよねふと二人とも。うん、でどの辺なんだろうとかこんな大きい家じゃないよなとかいろいろ考えながらさ。 街並みを見てたけどまあその街が小さくて小さくてっていうか田舎で何にもないのねマジびっくりしたけど、うん、でまず、まあ、天草自体に着いたのが夜その8時ぐらいなんだけどはあ、はあ、まあ8時って言ったらこの辺まだ車ガンガン通ってるじゃん8時だからね8時でしょ軽い区はないけどまあ結構でし、ね、ょ東京だとさもう電車なんかも 一番混んでそうな七時八時とかさそうだね一番ゴールデンタイムって言った、ね、ゴールデンタイムです八時はまた大体ゴールデンタイムって言われてるんだけど八時の天草はもう深夜もうね誰もいねえ何 <laughs> ここって思うぐらい一台も車いなくてうん、うん、びっくりしたけどでなんだっけなそのワニマの聖地をねいろいろ巡りながらなんか聖地巡礼ってこんな気持ちなんだっていうぐらい めっちゃなんかわーって興奮するんだけどすごいいろいろ見つけるとさミュージックビデオに使われてた山のね山に登ってみたりねなんかそんなことをしてたらお昼、まあ、いつもあることなんだけどお昼ご飯を食べる時間をちょっと過ぎちゃうのよ1時とか1時半ぐらいになっちゃって、うん、あお腹空すいたなってそろそろなんか食べたいなと思ったけどもうお昼を食べる場所が何にもなくて、うん、こんなに見せてないって思うぐらいなくて。 逆でそのグーグルでレストランとかいうボタンを押しても,なんもう違う街が出ちゃうのね。はあ<ー>だからなんか本かにどうしたんどうしようと思ってでそこの違う街でもどうせ大きい街じゃないのよもともとね。営業時間外とか何な,なら2時ぐらいでもうすぐ営業終了って出るのね。か営業5時までとか。はあはあ で結構有名な有名そうな,なんか海鮮の店でもなんか週に2日しか夜は営業してないとか<ー>おい天草の夜はどうなっとるんじゃっていうぐらいねなんか全然何にもなかった感じだからその昼本当に食べ損ねて2日目ね、うん、聖地準備してたらえコンビニとかもない,ないですあ <あ>ね、じゃあ天草市内に行けばその中心地のねもちろんある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 っるあ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 ったるあるしジョイフルもある、はあるあとあるあるあるはるあ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 あるあるあ でもすき家、ね <laughs> うん、見たかな分かんないでも大体ここが中心地だなっていうところは、うん、本当に限られた本当にエリアで何だったらもううちの何我が町の中心地の方がちょっと大きいかもしれないがもうほとんど同じレベルぐらいだけどうちの方が多分レストランあるわ多分ねこの辺の方が多分ねまあまあでも割と栄えてるからね 割といっぱい何でもあるじゃん。割といっぱい。うん。回転寿司見んかったな。それはすごいね <laughs>。うん。でも回転寿司いらん。あ、マジ？まあ確かに。いらんと思う。だってね、長崎で回転寿司行ったんだけど、聞いたこともないような100円の回転寿司で、うん、クオリティさここの何に？まあうちらがよく,く、ね、うちらがよく行くさあのお高めの回転寿司あるじゃん。うんうん、より全然クオリティいいからね。 100円,でね、100円寿司じゃないとこでも、うん、聞いたことない魚ばっか流れてるなんてでめっちゃうまいの<ー>長崎ねで多分もう天草の人なんかもう回転寿司なんか行く意味がないというか刺身なんか白くじ食べてんじゃない、まあ、多分ねうんと思うな刺身なんか別にその辺でつって自分たちのこと思うそ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 う海鮮丼屋さんがあったり、うん、お寿司屋さんっていう名目でまあそういう レストランがあ,あるぐらいで地、うん、それはもう多分観光客よ地元の人はもうそんな自分で食べてるよねま多分そっちの方が早いもんね、うん、で昼食べのそこ寝たのよでやっと見つけたのがその聖地の近くにある一、うん、軒だけあった JA、うん、まあ,ありそうだよねあの農協まあ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 、まあ、本当にありそうではあるはい、はい、JA さえあればあの町は生きていけると思うでそこで売ってる なんかお弁当とかないかなと思ったら売れ残ったお弁当がなんかあって唐揚げ弁当、うん、でもそれよりもそこに売ってた刺身多分両親の人が取ってきてさばいてた刺身が400円ぐらいで売っててさ、うん、そっちをすごく食べたかったのね何だったそれいいよねでしょだけどね何回見てもあれしか入ってないのよわさびしか<ん>醤油が欲しいじゃん確かに だから多分ご家庭用なんだろうね。家の醤油で食べてねみたいな。刺身はつけておくけどみたいな。<ー>だからめっちゃそれを買うか迷ったんだけど。<あー> <laughs> 値段的に一緒だからね。400いくらで。うん、でも絶対そんな刺身の方が美味しいじゃん、うん。しばらく考えたけど、醤油なしの刺身はありえないなと思って。うん、まあそりゃね <laughs> さ。醤油買おうと思ったけど、買うにはでかすぎる醤油しかなかったのね。家庭用の。ああ、そういうなんか。 なんかそうちょっとした醤油がなかったボトルのねうんまあ諦めてまあ普通にか好きじゃないけどから揚げ弁当 <laughs> から揚げももちろん残したけど<ー>ま、まあ、そこの地元の野菜とかね使われてるかなと思って、まあ、地元の一応地元のものを味わう的な感じで、はい、食べましたはい普通にめっちゃ美味しかった、はい、で何だっけ何の話だっけ まあそんなわけで聖地巡礼いろいろして聖地巡礼はもういいとしてそろそろあのついでの方を話そうかな <laughs> まあついでってあんま言わない方がいいかもんねまあねそっちの方がでもあのまあ,まあまあリスナーとか他の人は興味があるっていうかう <ん S 1> はいはいはいで2日目はまああの本当に有名な場所実は世界遺産にもなってるって知らなかったんだけどうんツ住宅っていうところがあって 住宅かな、うん、集落じゃない集落かもしれないです何で覚えてなのいなんとなくそう,そう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 先通集落まあ村みたいな場所ね、うん、そう天草の先津集落世界遺産になんか2022年かなんかにあの登録されたばっかりなんだよね確か、うん、登録される,よ,るよ,ように頑張ろうみたいな看板も見たから そう、えーと、一度取り下げられって書いてある。だから2020。2018年に審査対象となり、2018年になったのかなふん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 。<laughs> 重要文化的、えー、景観として文、世界文化遺産文化遺産です。ああ、まあまあまあね。文化の方ね。そう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 ,そう。えー、で、まあさっきも言ったように、キリシタンっていう、あのクリスチャンの人たちね。<laughs> キリシタンってカタカナで書いててさ、歴史でよく習ったからさ、そういう名前なのかと思ったら、昔のこひ人はそのクリスチャンのことをキリシタンって言ったんだね、カタカナで。うん。そういうことね。聞こえなかったのあるね。うん、クリスチャンって言ってるんだけど、うん、それがあの人たちにはみんなキリシタンって。キリシタンって聞こえたのね。そうそうそう。で、えっ、ー、と、キリシタンの人たちが、ど,どうやって習ったあのクリ、クリスチャンをさ、見分けるために。 キリシタンを見分けるために、うん、あの仏教徒とねあのうちらは踏み絵をしたって習ったんだけど絵踏み今絵踏みだね踏み絵じゃないのと思ったけどそのなんかあの世界遺産の,あの場所インフォメーションセンターみたいなところに書いてあって絵踏みをさせられたってね絵踏みと思ってうちらは踏み絵だったのねあっでもね俺の小学校の頃は、うん、フミエ踏み絵だった いつからからになったったてこと高校で習ってたのは確かもうすでに絵踏みにはなってたなんで変わったんだろうね調べてみようで絵踏みまあ踏み絵どっちでもいいんだけど、うんまあ、キリストの絵絵なのかな、うん、鉄板みたいな感じまあまあ板だ銅板か板そうそうそう,そう銅板みたいなのにキリスト様の絵が,絵がこう彫られててそれを踏めたら仏教とだっててなかなか えぐいやり方の見つけ方って検査の方法だけどまあちょっとひどいよねねまあそれであの捕まるとなんだっけ殺されるの、うん、あそうなんだ牢獄行きじゃなくて、うん、普通に殺されちゃうんだ、ね、殺されるでしょまあそんな感じでそうそうそう でみんなはその難を逃れるために、うん、もちろん殺された人もたくさんいると思うんだけど、うん、あのなんかもう仏教徒になりすまして隠れてたんだってまあ大抵の人そうだよねそうそうそうで代わりに神社を建てて、うん、で家の中にも仏壇を置いたりしてでもその仏壇にそのキリスト教のお祭りの時のお供えを供えたりしたり、うん、でしててあの隠,隠してるのね。で 神社も本当は神社の形をしてるけどそのキリシタンの集まりみたいな感じでまあでも要は仏教もあのクリスチャンもさキリスト教もさ両方あの何ろうそく使うじゃん大体どの宗教も使うかもんだけど大抵ねそうね。うでろうそくを灯してみんなでそれ輪になってでなんかこう仏教の集まりに見せかけてキリストのなんか聖書を読んだりしてなんかそうやって隠れて活動をしてたみたいなのが。 あってでそのもともとその神社,と神社で隠れてあの仏教じゃないやキリスト活動をしてたところがその近況が終わった時ね江戸時代がの終わりで終わりだっけその時にやっとキリスト教が OK になった時にじゃあそこのもう神社を消してあのなんだっけなそこに。 あの本当の教会キリストの教会を建てて、うん、そこに記念にね今までここ隠れてたって場所で,でそこにあの本当のキリストの教会を建てたんだけど床が畳のままなのねお寺みたいにどっか神社のままに神社みたいにだからそこの先通集落の中の先通教会ってとこに行ったんだけど中は畳のまま当時あの当時のその神社の面影を残したままみたいな感じで。 普通の教会だからおっ畳の教会と思って、うん、でその中は写真はダメででこっから先は信者オンリーですってやっぱなっててこうなんだっけロープが張られててね、うん、だからまあなんだっけ私は入れなかったその畳のとこは入れなかったんだけどねうん,うん、うんうん、だけどまあなんかなかなかすごい不思議な場所だったよへえ、うん 決してついいでではないけどねまあまあでも一応ついでっていうね <laughs> で。であのね天草ってもともとその海がある海のとこだから、うん、あのなんていうのかなすごい海岸にたくさんさ弁財天さんとか恵比寿様とか<ー>いっぱいあってであの大体がその海のなんていうの無事とか。 航海の無事とか、まあ、あとはそういう海が荒れないようにとかそれを祈るために弁財天様とか、うん、そうちっちゃい神社があったり恵比寿様が飾ってあったりとか、うん、そうあと大量を願うみたいな感じで、うん、そういうとこちょいちょいあったのねでそのサキツ集落のところにはマリア像が建てられててそのマリア様は海に向かって建てるんだけど、うん でそのマリア様はあれ同じなんだけどその海での安全を祈るためになんか建、うん、てられてるってまあキリスト教の人たちだって同じことするからね海に行って魚取ったりするからさ、まあ、そりゃそうだね,ねそうそうそうでマリア様は建ててだからなんか面白い場所だなと思ったへえー、そう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 ,そうでもね実はそれね長崎にもあったんだよマリア様が海に向かってる、うん、ああああありそうだね まあだけどそれは別の理由だったなんかなんだった長崎っていうか鹿児島かどっかに分かんないけど、うん、あのザビエルとかイエズス会の宣教師が来た何、はい、何周年かで、うん、なんか建てられたんだってへえ、うん、だからそれに何かこう降り立った地としてって言ってなんか海になんかマリアさんの像が建てられてた、うん、あ本ほんとああそういう記念でねザビエルのねうんなるほどね まあなんかそんな感じで結構そのキリスト教と仏教の融合したでも願いは一緒っていうところがまあ、なんかいいなと思ってなんかねねまあそうだ、ねね、今のさなんかえー、っとなんだっけウクライナじゃなくて <laughs> イスラエルじゃないけど、うん、なんかいろんな宗教が融合しててもいいんじゃないって。 ちょっっと思ったりその時はしてなかったかな確かハマスしてたかなうんしてたか10月の間だからまあねうんまあそんなところでしたはいはいでなんか帰り際に熊本まで戻っていく時にまた有名な海岸があってで、そこでそこでもそのミュージックビデオが撮られてた場所があったからそこの海岸に行って写真撮ってきたんだけどうん ななんかそのなんだっけな一人のさ生徒に見せたら「千と千尋に出てくる場所に似てませんか?」って言われて確かになんかね潮の道引きで道がなんていうのかな電柱電柱とか普通の長い道がなくなっちゃうのねあー分かった分かった分かった,分かったなんとか海岸って言うんだけど長田部海岸だったかな忘れたそれを知らんけど言われてみればさ「その千と千尋の」の、ね、最後にさそうそうそう,そう線路歩いていくでしょ あのあそこにすげえ似てるのねやっぱだから、うん、なんか宮崎映画ってさいろいろいろんな場所がなんかその何ていうの聖地じゃないけどここがここを元に作られてるんじゃないかっていろいろあるじゃんもともとその千と千尋の場所は例えばの唯屋の場所ああ台湾だとかいうしそうだねとか日本の温泉街だとかさいろいろ言われたりするじゃん、うん、でもまあいろんな場所がさ 使われるからうんともののけ姫は屋久島って言われてるしねだからまあそれもありなのかもしれないなと思って確かにちょっと調べてみたくなった、うん、言われてみれば本当そっくりあの場所はでちょうど海がねこう満潮になりかける時に行けて、うん、めっちゃ良かったんだけどでなんかほんの3分前ぐらいは歩けてたのにもうもう行けないよっていう <laughs> 帰る頃にはねもうびしょびしょになりそうな感じになってて。 塩がまあねいつできてねそうそうそうめっちゃ綺麗だった <laughs> ちょうどの日没でまあ、そんな感じで天、はい、草はなんか面白くてまあ200 2泊 <laughs> まあ賞味丸2日だったけどうん、なんかまた行ってもいいかなと思うぐらいめっちゃ面白かったうん <laughs> あともちろんだけど食べ物もすっごい美味しかった<ー>はいそんなところですはいはい まだまだ見たことのない日本の場所がいっぱいあるなと思った2日間でしたはいじゃあ、えー、次回は、えー、長崎旅情編お送りしたいと思います、はい、修学旅行ねうん話をしてもらいたいと思いますはい、はい、先に母さんの一人旅のお話でしたではこのスクリプトも YouTube じゃなくてウェブサイトの方から見ることができますはい、えー、チャンネル登録高評価あとはコメントの方もぜひよろしくお願いいたしますお願いしますそれではまた次回も聞いてくださいねさようならさようなら